こんにちは。頑張りすぎずにおしゃれにファッション発信しております京子です。青柄都市の強制コーデを発信しております宮子です。私が163cm49kg、 私が 166cm64kg、 2人の体型の違いを生かしてお洋服の着比べやご紹介をさせていただいております。ということで今日はユニクロ C さんの商品買ってきました。実は昨日私一人でライブ配信してたんですけど、なんと消えてしまいましたね。ガビーン。本当に寝込むかと思っためちゃめちゃショック受けた。いやもうやばかった。もうしばらくやばくて2時くらいまでお風呂も入れずにもうなんかって思ってるんだけど、いやもうこのね、こんなユニクロさんにも呼んでもらったし、申し訳ないし、皆さんも多分買いたいって方多いと思うので、翌日でございます。宮古を召喚した。9月15日です。宮古を召喚して私のやる気を燃え上がらせてもらった。これから宮古に紹介しながら、出していこうと思います。きっとね、着比べもできるからみんなそっちの方がいいよね。いいのかな、それでは行ってみたいと思います。スタート。それでは1着目のご紹介です。パンツからいくぜー。コーデュロイワイドパンツセットアップかも、体67ブルーでサイズが64です。このパンツ絶対いいです。マジでいいです。今、みやこが色違いを履いてくれてるんですけど、柔らかくない？柔らかい。確かにコーデュロイのイメージとは結構かけ離れてる柔らかさ。正解。めちゃくちゃ柔らかくて動きやすくて、なんか着心地がねすごいいいです。確かに確かに。結構さ太めでさ、めっちゃコーデュロイ感がある生地なのに動きやすい。そう、分厚くてね、なんかって感じかなって思いきや、全然だし、まあ何より見てこのシルエット私すごい好きなのよこのシルエット。もうさあの時からすごい言ってたもんね。もう大好き大好きだからさ3着買ったよね。これがブルーで、これがブラックで、今からミヤコはピンクで出てきてくれます。私はちなみに64サイズを買いました。全部でミヤコも今64入ってるので入ってませんちょっと閉まってないんですけど、ここがね半分ぐらい、でもね、もう入ってないってことは、丈が足りないっていうケースがすごい多いんですけど、なんかそんなでもないっていう。なんかこれ丈長いらしい。あ、なんかユニクロのスタッフさんが昨日ライブ中にコメントくださって、丈ワイドパンツよりも5センチ長いんだって。5センチ、うん、めちゃくちゃ長いやん。そう、だから普通のサイズより結構余裕がある感じで丈履けるのがいいと思う。なんかね、入ってないんだけど、これでもいいかなって思っちゃうくらい丈は長い。いや、ちゃんとサイズ合わないわだからまあ、でも本当つくぐらいね、いいでしょ。なんだよ、私はもう今からついてますから、そうだよね。でも、このぐらいね、もう余裕ないと冬は無理ですよ。ソールが厚いやつとかね。ちょっと今じゃあソール厚めな靴を履いてみましょう。ユニクロ C さんで買ってきたちょっとソール厚めなローファー履いてるんですけど、見て完璧じゃない？ワイド感がすごいわ。あのさ、このソールの部分まで足ですけど何かって、完全に底上げされたかな。なんかちゃんとその裾つくかつかないかの長さで履くとよりその綺麗さが際立つね。ほんとこのパンツ綺麗じゃない？綺麗。え、絶対買った方がいいと思う。しかもさ、私入ってはないってさっき言ったんだけど、ラインもさ全然拾ってないよ。これすごくない？確かに。足のラインを、太さを拾ってない。全然、全然拾ってない。サイズ上げたら完璧じゃん。そうだね、そうだね。ということでこのパンツマジでおすすめで、カラーは私は、一番無難なのはブラックだと思います。確かにブラックマジでかっこいいんで。ブラック買いだな。買いだよね、この柔らかさですから。いや、これは買いだな。これはね、すごくいいと思います。一番推し。これ見たらもう閉じていいんで買いに行ってほしい。閉じないでお願いします見てくださいで、一応あのウエストの説明もしておくとね、ユニクロさんのプレスルームで履いた時は
L 相当の67を履かせていただいたので結構余裕あったんですけど、うん、今私余裕そんなないです、うんうんうん、でここが、一番細いところなんですけど、うん、ちょっと落としてここで履くような感じで、うん、もう今結構ちゃんとぴったりっていう状態なので、まあ、ちょっと参考になったらいいなと思いますが、うん、こんな感じです。67着てた時もすごい綺麗だった。だからかっこいいっていうか、うん、ザボット感が、うんうん、だから私の今163センチで、うん、股下が69、72ぐらいなんだけど、うん、そのタイプの人だと最低64これ、うんうん、で足長い方とかヒールと合わせる前提だったら67もありかもみたいな、うん、であとベルトしちゃうとかねっていう感じだと思います。あるんだよな、おすすめ。では次行きたいと思います。こちらです。バフテックブルゾン、正解。バフテックブルゾンバフテックブルゾン、カラーが65ブルーでサイズがレディース XL です。これかわいいの。かわいい。私が着てたじゃん、ショールームでも写真撮ったの。あ、これ、はい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 。でもなぜか紹介するの忘れてて、なんでだろうね。ね、これめちゃめちゃいいですよ。組み合わせいいね。でしょー、かわいいよね。これさ、あのさ、ロンチパーティーでさ、写真に写ってた人いなかった？あのモデルさんじゃないかな。そう、私京子かと思ったの、あの人。え、マジで？俺なんか、でもよく見たら、いや、こんな可愛くない。シルエットとかスタイリングがめっちゃ京子っぽいなって思った。あ、ほんと。私もめっちゃタイプだった。あ、やっぱなんか何人かモデルさんいて、うんうん、モデルさんたちがねニコニコキャピキャピしながら遊んでる、うんうん、それをみんな撮っていいよみたいな感じだったんだけどその中で青のスタイリングの方がいて、うん、お顔もすごいタイプだったし、うんうんうん、スタイリングもすごい好きだったのであの方を見た瞬間に私はこのブルーを買うと心に決めた。なるほどね。かわいい。その合わせもかわいいしそれ単品でもめっちゃかわいい。で、このこれ可愛いんですけどサイズがね、XL を買いました、うん、ちょっと大きめにしたの、うんうんうん、でちょっとゆるっと余裕がある感じにしてみたのですが、まあ色がねめっちゃ可愛いのでちょっと差別化が図れそう。めっちゃできる差別化ね。持ってるのはやっぱ黒とか、うん、もあってもカーキかな色履いてても、うんうん、っていう感じなのでこのブルーは結構おっ新しいなって感じがすごい自分的にもしました、うん、でここの襟がコーデュロイになってて、うん、ここがちょっと中綿が薄く入ってるのですね。うん、薄いね。あのライブでも同じことやったんだけど、うん、すんごい軽いの、うんうん、雲のような感じ、はい、めちゃめちゃ軽くて柔らかいです。だからこれを羽織るのに何のなんか抵抗もないというか、うん、しっかり着込んでいくぞっていうよりはパッて羽織っていける感じ。でもあったかいんでしょう。そう、とても暑いです。へえ。で今私はこんなタンクトップなんでこんなことは冬はないと思うんですけど、中に普通にタートルネック着てもすごい合わせ可愛くなると思うし、クルネックで着てもこの状態になるので可愛いと思うしいいと思うな。で袖も結構キュッてなってるから防寒要素もあります。うん、すごいと思う。めっちゃ可愛い。じゃあまたショートアウターを買いました。ライトダウンジャケット、カラーが01オフホワイトでサイズがレディースの L です。はい、ちゃんと予告通り買ってきましたわ、うん、でこれはね L サイズにしたんですけど、うん、これが一番今回サイズ悩みました。あの鏡の前で 2,3 回着替えた。L、うん、XL って結論 L にしたんですけど、まあ、理由としては割と結構きれいめな印象になるんですよ、うん、あのノーカラーで、うん、なのでそこまでダボダボせずに着てちょっとコンパクトにまとめたいかなっていう時に着ようかなと思いまして、うん、今回はこれは L サイズにしました、うん、これもさっきのバフテックブルゾンと同じですんごい軽いです、うん、ストレスゼロで着れるのがすごいいいです。これはね、インナーダウンとして着れますかっていうご質問が来たんですけど、うん、もしインナーダウン想定だったら本当に XS とか L とかちっちゃくして着た方がいいと思います、うんうん、私もこれ L 買っちゃってるんでさすがにこれでインナーダウンだとちょっとでかいかなっていう気がしてます、ね、
なんか私はインナーパンツよりは本当にこう1枚で着たいなっていう感じ、うんうん、で今なんかこんな感じなんですけど、冬になったらここからタートルネック出すのマジ可愛かったです。あのショールームで撮ってた、あれね、うん、白のニットね、うん、そうだからなんかちょっと綺麗めすぎるなって時は上からハイネックとか出してあげたり、ちょっとモコってしたニット着てあげるとカジュアル感が増して可愛いんじゃないかなと思います。では妹が着るせーな、キラ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 、かわいい、かわいい、キラキラキラ、ちょっと話戻っちゃうんだけど、やっぱこれめっちゃいいわ。いやこのラインすごいわ、綺麗。どっち？あ、これパンツ。いいよね。めっちゃいい。なんかやばないの、さっきと同じ入ってないんですけど、入ってないにもかかわらずすごい綺麗。なんだ。どんくらい入ってないのか見せて。さっき見せたけど。見せた。感じです。半分ぐらい、うん、頑張れば半分しまうって感じ、うんうん、これが64サイズ、うんうんうん、だから私多分71とか、うん、73とか買ったりしているいつも、うんうんうん、それにしても綺麗。いいね。そしてあれ、そちらいかがでございましょう。私すごい XL でも十分なくらいのゆとり、うんはい、袖の長さ、はい、あります。完璧ですね。完璧です。ちょっと今あのインナーしか下着てなくて、うんうん、開けて着るっていう感じで、まあ開けてもいいかも、うん、なんかすごいね、なんて言うんだろう、ね、何それは何が言いたいかというと、うん、買います。やばいな今の鍵感半端ないな。買います。なんかここのゆとりがすごいあって、うん、窮屈感が一切ないな、うん、しかも死ぬほど軽いからね。そうで軽くて、しかもなんか体も全然のラインを拾ってない、うん、これ完璧じゃない。この出来やで、襟付きのこういう軽いグルゾンを探してる人はマジでこれ買った方がいい。確かに色は見よう。え、色もね、可愛いとは思うけど、実際自分が着るとしたら、うん、なんかこうベージュとかあったよね。ベージュもある。ベージュとかちょっと柔らかい系の色の方が、うん、登場頻度が高そうだなとは思うんだけど、うん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 、なんかそういうのが揃ってたらこういう色も欲しい。あーって買い足しだったらね。そうだね、うん、めっちゃ綺麗だけどね、色ねー、うん、いや素敵ー。ではこれもみんな好きだよね。ソフトニットハイネックセーター長袖、カラーが41イエローと、今着てるのが02ライトグレーで M サイズです。かわいいよこれはね、もう前からいいって言ってたもんね。ただし、うん、なぜ私は白を買ってないのか。あの時お前は3着買うと言ったではないか。確かに白が一番なんなら買うって言ってたではないかっていう話じゃん、うん、理由があります、はい、私は突如短く感じてきた。短くないよ言われると思った全然短くなくない何が短いって、ちょっと袖を短く感じてきた。でこの前のロンチパーティーの時にね、うん、あのユンさんって、うんうん、ユンさんがこれ着てたんだけど、うん、袖短くないって言われて短いみたいな気づきを与えてくれ。そうそう、ユンさんが自分でね、自分で着て、うん、なんかさ袖短くないって言われて、うん、短いねってなって、うん、短いなみたいな感じでちょっと思っちゃった。気づいちゃった、うん、ゆえに店頭では M は絶対買わんでおこうと、うんうん、で L にしよう、 XL か L にしようって思って行ったら、なんと L しかなかったんですわ。あ、そうなの。で、まあ、L を着たんだけど、うん、あもっといい、もっとあっていいなって、うんうん、それだけね、うん、着丈はまあいいし、いいですよ、うんうん、それだけの話、うん、で、ちょっとそれが気になっちゃって XL 欲しい、うん、と私は今思っているんです。はいはい、つまり白を XL で買おうとしてるんだな私は。ほうほう。だから店頭では2色の L2 枚に抑えてきたんだな私は。これは買っちゃったと。そう、まあ、みんな早く見たくないですか。まあ見たいよね。まあこうやって見る分には全然十分だなと思うけど、まあ、そうだよね、普通に考えて十分だよね。
まあこういうのって自己満だからね、自分がどう見せたいかっていうことだから足りないらしいです。私にとってはちょっと足りなかった、うん、でもねこれマジで柔らかいから、すんごい柔らかくてすんごい着心地が良くて本当に可愛いですよ。え、もうこの時点でめっちゃ可愛いじゃないですか、この、うん、可愛い。でさ、私こういう系のニットまあまあ持ってるわけ、うんうん、なんだけどやっぱりちょっと高かったりすると、うん、焼肉とかなんかそういう匂いがつくようなところに行くのに、なんかこういうゆるっとしたやつ行きたいんだけど、でもしかしみたいなところがあるじゃないですか。確かにめちゃめちゃつくもんな。そう、これさ3990円だから言っても、確かにもし洗濯で失敗したとしても、うん、まあ傷は浅いやん。そうだねそういうのを加味して、うん、もうこれ色違いこういうの持ってるけど買おうって思えた。なるほど。でも特にこのグレーとかは本当にない、グレーとか黄色とかは本当にないと思う、うん、こんな可愛いの。黄色めっちゃ鮮やかだな。可愛いですよ、みやこそういうのいいじゃん、明るいやつ、うん、いつもよりさらに明るいね。うん、そうだね。私は黄色似合わないって言われたけど好きだから買ったんです。うん、いいと思う、可愛い。さっきの黒の紺色いパンツそのまま入ってます、うんうんうん、私でも XL かな、買うなら。そうだね、じゃあ十分だけど。まあ十分なんだよ、ね、十分。今見せようって思って立ってるから、うん、ちょっとこうしてる。ああだけど多分何も考えずに生活してたら多分こうなってくると思うんだよね、普通に、うん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 、普通にしててもうちょっと長かったらより可愛いだろうなみたいな。あ、確かに、ね、感じかもしれない。でも短い節はあるってことね。そう、まあでもね可愛いですよ、可愛い。まず色が可愛い、うん、なんかテンションが上がる色だね。ねー、可愛い、タンポポみたい、本当。あ、確かに、すごい華やか。子供たち可愛いって言ってくれないかな。言ってくれると思う。可愛い色だね。結構今の、5歳、あ、4歳、4歳の娘、今可愛いのハードルはかなり低いので。あ、そうなんだ、でも可愛いな。すぐ出してくれる、可愛い。可愛いね、ありがとう。可愛いです、可愛い。続きましてこちら、カシニアクルーネックショートセーターノースリーブ、カラーが06グレイ、はい、でサイズは M です。あ、いただきました、プレゼントで。あ、そうなんだ、うん、だってさ可愛いくらいですか。可愛いよな。え、可愛い。でね、ライブでも喋ったんですけど、こういうのっていつ着るのっていう。はいはいはい。で、私は結構悩んじゃうタイプ。私も。だってね、暑いなら、うん、カシミヤなんか着たくないし、うん、寒いなら袖つけろよみたいな感じのテンションになっちゃうんだけれども、うん、それでも可愛い。この可愛さはやっぱりこうカシミヤだからこそ出る上品さとかあるよねっていう。すっごく柔らかくて着心地が良いです。でね、でそんな風にそのいつ着るねんって思ってる自分ではあるのですが、うん、この前ユニクロさんのローンチパーティーに行きまして、うん、まあ、ほぼ外なんですよ、うん、中なんだけどほぼ外気入ってきてるから、ほぼ外みたいな感じで暑いわけ、うん、汗だくなわけで、みんなそのユニクロ C さん の、うん、アイテムをこうニットとかね、うん、着てるからもう額に汗を浮かべながら、うんうん、でしたけれども、うん、ぶっちゃけ暑くなかったの、こんなに。へー。でこれから紹介するこのカーディガンをもちろん着たりとか肌にかけると結構暑いんだけど、それは、うんうん、これ1枚だと思ったよりカシミヤで暑いみたいな感じがちょっとなくて、なのでなるほどねってことは今なのかなって思って。あ、なるほどね。今こそこの秋、夏から秋にかけてこう移り変わっていくタイミングで、まださすがにこうタンクトップ1枚とかはもうちょっとさ、うん、季節外れ感が出てきてる時期だと思うんですけど、うん、でもちょっと暑いっていう時にこの生地で冬感を出して、うん、秋冬感を出して、うん、ノースリーブみたいな、確かに形って、まあ、ありだなってそうよね思えたの。なんかパーティーとかホテルのラウンジとかにそういう格好の人よくいるイメージある。うん、確かに。なんかよそ行き感も出て、うん、ちょっと上品な感じで着られるので、うんうん、それがねすごい良いと思います。うんうん、切れ目派の人とかはおすすめ、うん、私は切れ目派ではないけど、これは結構こういう風に合わせたかったので、うん、M にちょっと短くしたのね、うん、
パンティック感、パンツがブラッシドジャージークロップドパンツセットアップ、この08ダークグレー S サイズです。これ買うのびっくりしたね。びっくりした、この丈で。私もびっくりしちゃったなんかこのパンツは本当にノーマークだったんですよ、うん、そんなに欲しいって思ってもなかったんですね、プレゼンに行くまでは、うん、なんですけど実際履いてこういうブーツ合わせてみてめっちゃしっくりきちゃったの。なるほど。でこのさ、今私はここの頭が空いてるタイプを今まだ履いてますけど、うん、流行ってるじゃないですか、このショート、うんうん、あのサイドコアとかもそうだし、ちょっとこういう足首がこうキュッてなってるようなタイプの靴って結構流行ってると思うんですけど、うんうん、それをね持っているんですけど、合わせ結構うんって考える時が多かったんです、うんうんうん、あの太いワイドパンツでダボって履いたらもちろん可愛いんだけど、うん、この良さは絶対出ないし、かといってすごい細身のパンツでこうやって履く、これを履くとすごいライダース感が出ちゃう、うん、あ違うな、これでもない、でもスカートはそんなに履かないみたいなタイプの私的にはみたいなところがあったんですけど、これ履いて正解が分かった、うん、これや。なんかめっちゃおしゃれ感出るね。ね、なんかちょっとホワイトパンツは本当に好きだからこれからもずっと履き続けるんだけど、うん、飽きたなとか、うん、もうちょっとシルエット雰囲気変えたいなっていう時に、うん、これじゃない。それはすごい初めて見た、京都のスタイリングの中で。そんなにやってないよね。やってないよ全然。てかこのパン、この丈のパンツで綺麗だなって思うものがなかったっていうのもある。あ、すごいなん、アンクルパンツより短いですよもちろん、うんうんうん、でもうん、ふくらはぎの3分の2ぐらい隠れるって感じ。肩が見えるか見えないかぐらいの感じだね。そうだね、ブーツと合わせて、うんうん、まあ、ブーツの丈にもよるからそれはまあちょっとあれかもしれないけど、そうか、そうそう。で、今私 S を着ていて、うん、だいたい S を買うことはないのだけれども、うん、これがここで履きたかったんですよ、うん、キュッて、うん、じゃないと丈がこの丈にならないんで、うん、もっと落としちゃうとさらに伸びていくじゃないですか、この丈が、うん、そうするとブーツ見えなくなってきて、うん、ワイドパンツとかも変わらなくなっちゃうから、うん、あえてしっかりこのジャストサイズで履いて丈を短くしてライン綺麗に出すっていうのをやりたかったので S サイズにしました。なるほど、はい、でこのパンツもね、ちょっと触ってみて、おお、滑らかー、ねー、高そうみたいな。なんかさ、そういうブラッシュドって書いてあるしさ、うん、なんかこの生地の見た目的にさ、ちょっとゴワゴワ感あるのかなって思った。ゼロ。ゼロなんだね。ゼロです。すごいそれ。これすっごい柔らかいよ。着たらもっと感動すると思う。やばい。でもそれ S だから私。ちょっと入らないかもね。キョウコってぴったりだもん。うん。ちょっと無理や。ね。あとここ、ラインが縫い付けてあります。綺麗。うん。すごいおすすめ、これかわいい、超高見え、超高見えよね、うん、で、さらに高いやつを重ねるわけそれ高かったよね、これマジ高い、びっくりした。シニアクルーネックショートカーディガン長袖、これも06グレーの M、 これは L、 あ、それは L、 はい、あ、ごめんなさい、え、ん、初めて買った XL、 え、それは間違えて買ったの、うん、これもいただいたんです。あ、そうなんだ。たぶん私 XL って指定したんだ、きっと。じゃあ XL、 だから皆さんごめんなさい、 L とか言ったら XL でした、申し訳ない、 XL、 はい、で、パーティーではこうやってちょっと肩出して、うん、かけて着るみたいな感じで使ってました。うんうん。で私はこれはもう普段使うときは別々かな。やっぱりこれ両方一緒に使うとすごい可愛いんだけど、うん、コンサバ感すごいから、だからあえてそういう綺麗めな、うん、なんか何ママのさ、あ、お社会的とか、そうそう、そういうときには絶対に上品な感じ でしかも高見えっていうか本当に高いから、高いじゃん、高い、いい服着てんなっていう感じがすると思うし、うん、ユニクロ感も全然ないの。うんうんうん。私何をちまよったか、同じようなやつをリムで買っててさ、覚えてる？来たんだ。ああ、最近のやつ。うん、うんうんうん。ちまよってんなって思ったんだけど。色も一緒だった。ね、そう。でもね、それぐらい可愛かった。うん。このグレーとこの形と。うん。
でこれはこうやってそのアンサンブルで着るっていうのももちろんありなんですけど、うん、単品使いで、ワンピース の、うん、あの羽織にしたりとか、うんうん、普通に T シャツみたいなやつに羽織ったりとか、うん、っていう感じでもいろいろ使えるなと思いまして、うんうん、私は買っております。いいね。ちょっと高いセーター欲しいなとは思ってたんだよな、うん、これさすごい高めだし、うん、いいと思うね、うん、一気目で買えば。そうだね。しかもなんか私も知らなかったんだけど、これ手洗いできるらしい。へぇ、洗濯を受けて書いてある。手洗いか、ドライクリーニングか、乾燥機は不可。そりゃそうだよね。でもちょっとこれ自分で洗うの勇気いるな、ユニクロとはいえ。だって1万円だもん。めちゃめちゃ遠慮しながら洗うよね。うん、まあそこは個人の自由です。ひろさん、はい、かわいいです。あ、かわいいです。そうね、これあの履けてないのが丸見えでちょっとあれなんですけど。そうだね。ちょっと上だけ見ていただいて。いやー、なんかね、意外と隠したいところは隠れますね。意識すれば、うんうんうん、意識しないと出る、うんうんうん、でもね、かわいい、ね、全然着れそう、うんうんうん、ここまっすぐだからかな。あー、確かにめっちゃかわいいっす。 M だからね、それ。あ、これ M か、うん、全然いける。でね、これちょっとさっき撮ったんだけど、これもめっちゃ良かった。XL だからゆとりあるよね。そう、しかもないでしょ。全くないね。これ素肌に今着てる感じだけど、うん、全然チクチクしないね。さすが高いだけあるって感じ。あー、全然ゆるっと着れますね。めっちゃかわいいよ。こういう羽織系ってさ、本当に物によっては絶対無理で、あ、そう、ビタってなっちゃって。そうだね、確かにね。これ前も何度も、うん、そう、全滅してきた。全滅してきた。京都が買ったやつ全部ダメだった、うん、全部ではないけど、まあ、ほぼダメだった。そう、ほぼダメだったけど、これはめっちゃいいです。すごいゆとりある。うんうんうん、なんかゆるっと全然張り付かないし、うんうん、袖長い、うんうん、そしてすごく柔らかくてすごく気持ちいい。素晴らしい。これはお金出す価値あります。言い方があれだけど、私肩掛けとかできんのかな。できんの、ちょっとやったことないから。初心者の肩掛けってことだ。来たら硬さを感じるようなところがあるか。中の生地が違う。なんかね、加工が違うと思う。うん。まあでも中そんな気にならないかなっていう人はいいかも。うん、でもちょっと重みがあるから肩が凝りたくない人はちょっと 重いって感じるかもしれないな。そんな。うん。ちょっとなんかあそこら辺が軽すぎたからさ、あ、パステックとか
か、ちょっと感覚がバグってるかもしれない。こんなもんかもしれない、うん、なんか、まあ、ロングだともっと長いからね、うん、でただこのジャケットはもうこれでしょ、チェック、うん、かわいよ、色も絶妙ねー、ちょっと茶色にするか、そう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 、だから このチェックは、うん、ブルーとかと合わせるよりは柔らかい暖色系と合わせた方が多分しっくりくるよねっていう話もしてたんですけど、うん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 、ちょっとベージュだね、なんかベージュとグレー、そうそうそう、あったかい感じのチェックなんですけど、うん、あんまりほっこりする感じがしなくて、うん、すごく気に入っちゃった、気に入っちゃうやん、そうそう、これね、今グレーの感じですけど、めちゃめちゃ可愛い、うん、めちゃめちゃ可愛いです、めちゃめちゃ合ってるよ、かわいいなぁ、これ、みやこが言ってたからさ、ここ移動してみたの、うん、ライブで、あここにね、なんかボタンが2つあるんですわ、うんうんうん、ほら、で、これをこっちで閉めるとこっちで閉めると、うん、ちょっと変わるよっていうやつなんですけど、うん、これがノーマル、いいですね、めちゃくちゃで。すごい変わる感ある、あのね、結構あった、上がちょっと入れたんだけど、うん、ちょっと暗いかな、あのね、なんかここに入るのよ、線が、あ、本当だ、なんかちょっと変わったでしょ、うんうんうん、な、あの、自分しか分かんないと思う横から見た時のシルエットがちょっと丸くなるのかな、まあ、うん、ボワンみたいな、ちょっとここになんかデザインがこう入るような感じかな、うん、でこのジャケットね、裾がすぼまってるわけじゃないんですけど、うん、ここに重みを感じるの、この下が、だからなんというかストンっていくんだけど、うん、ここでちょっととどまってる感じがあって不思議な感じ、ただ単純にストンって感じでもなくね、ちょっとここにね重みがあって、うん、かわいいシルエットです、かわいい、確かに、うん、いやー、かわいいよ、これ、これ着てみた、うんうん、確かに、ちょっと妹が下パンツをベージュにしてくれたので、うん、あ、これめっちゃ合うんじゃない、めっちゃ合うやろ、うん、めちゃめちゃ来ましたー、かわいい、かわいい、これ下は GU さんのサクライドパンツを履いてます、はい、ちょっと中はさっきのハイネックのセーターのままですけど、うん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 、私はもう一個着したいなって感じではありますが、うんうんうん、確かにちょっとチクってるね、でしょ、うん、ちょっと重みもない、うんうん、さっきのと比べると格段に重いかも、そうなの、でも私的にはこの重さが信頼感でもある、うん、カーフしてくれる感じ、そうそうそう、このなんかちょっとストンと落ちてくれる安心感、うんうん、重み大好き、なんかそのさ、うん、チクッと感とかちょっとした重みを凌駕する可愛さがあるっていう感じで、そうだね、いやーなんかさ普段無地が多いから私、うんうん、こういうの1枚あるだけでめちゃめちゃ幅が広がりそうで、そうだよね、わかるわかる、めちゃアウターで柄がそんなに入ってるって本当にちょっと難しいっていうか、うん、関係ならないっていうか、なんかあと結構こういう柄がさドンって入ってると奇抜だったりしてさ、うん、ちょっとウッてなるんだけどさ、うん、これすっごいなんか柔らかい感じで、ね、色味とかすっごい使いやすそう、うん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 、いいね、かわいいかわいい、それではスカートです、プリーツカラーブロックスカート、カラーが09ブラック、 L サイズ、はいはい、ちょっとわかんないよねネイビーが、でしょ、うん、でもさ、分かんないぐらいが正直、うん、確かに使いやすいっていうね、うん、うん、こんな感じです、上品だなこれよ、この動きを見て、へえ、かわいい、でさ、ブーツ履いたらちょうどいい丈感、うんうんうん、私は、これね、割とゴムがしっかりしてるので、うん、止まります、うん、で普通に履くとここなんだけど、うん、あえてこうやって下げなくてもこの上の丈感になる感じだね、うん、ブーツ履かないとちょっと汗出すぎかな、そうだね、ロングブーツとかショートブーツとかと合わせて履くのがおすすめ、でかつ、まあ、ちょっとカジュアルダウンさせたい方は上ズル、うん、ズルズルで
うんうん、上をコンパクトにすると途端に綺麗になりますんでね。なるほどね、うん、それとか綺麗になる、これとか、うん、そうだ、その霞足を、うんうん、ああ可愛いと思うっていう感じなので、このこういうズル長めのバランスが私はすごい好きです。可愛いな、黄色と黒ね、さっき私も言ったけど、確かに可愛い。ちょっとこっちの方がコーデュロイよりプリンツがしっかり、うん、プリンツですっていう柄がついてる感じになるので、うん、激しい色の合わせでもなんかこうまとまりやすいというか、確かにムジムジみたいな感じだとちょっと、うん、バラバラ感があるんですけど、生地柄がちょっと見えるみたいな方が歩み寄ってくれる感じが私はするんだよね、うん、ちょっと難しいこと言える。はい、めちゃめちゃいいです。ちなみにこのスカートはクレアさん、デザイナーさんがなんか一番こだわったっていうふうにユニクロさんがおっしゃってたから、うんうんうん、これはもう買うしかないでしょって思って買ってきたんだよね。いいわ、さすがだね。ね、うん、美しいよ、美しいよ、本当に素敵。着きました。かわいいじゃないですか。これさっき着そびれてた、はいはい、ライトダウンジャケット、うん、と私の私物の DU の白いブーツを合わせました。かわいい、イエイ。なんか全然、まあ、XL の方が私はスカート、うん、安心かなとは思うんですけど、うんうん、ちょっとお腹のゴムのところが結構しっかりしてるので、はい、そうだね、ちょっとご飯とか食べたら苦しさを感じそう、うん、っていうことで XL にしたいけど、うん、いやこのやっぱ唯一無二だね、この動き。綺麗だよね、こんなスカート見たことない。そんな言う？え、私本当になんかこんなプリーツスカート自体あんまりやってなかったのもあるけど、でもやこさ、プリーツスカートそんな嫌いじゃなさそうじゃない？嫌いじゃないんだけど、なんか一時期はマーメイドとかナロースカートにハマっちゃって、こういうなんか女性、まあこういうのは履かなかったんだよね、最近は、うん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 、でもちょっとプリーツスカートもう一回やってもいいかなって思える、うん、ね、感じですね。めっちゃ綺麗めにも使えるし、こういうボリュームソールのブーツにもめっちゃ合うし、うんうん、さっきの京子の綺麗めブーツにも合うし、うんうんうん、めっちゃ使えそうです。いいじゃないですか。へー、こちらじゃじゃん、コンフィールタッチローファー、カラーが30度のブラウンでサイズが24です。はい、これを買ったの君は。えって感じ。それすごい履きたかった。これさ、びっくりしちゃって、うん、てか、まあ、そもそも君ブーツはどうしたの？確かにブーツはどうしたって話したんですけど結論ブーツ買わなかったの。一個も？はい、今から理由喋っていいですか？はい、まず、でサイズ感を見てきたからサイズ感をお話ししますわ、うんうん、サイズはね、いつも通りでよかった。うーん、私はいつも 23.5 から24、うん、36ハーフから、37を履いてます、うんうん、で、外反母趾でかなり足の幅が広いので、うん、すっごい結構靴選びは慎重になるのですけれども、うんうん、今回のユニクロさんのブーツは、私は24でぴったりだったかな、うん、ぴったりっていうか、多分冬はモコモコの靴下を履いたりとかすることを想定して、うん、ちょっと私も大きめのを買うんですけど、うん、まあ、24サイズで私はちょうどよかったんです、うんうん、カーナー24で、試着もしてね、うん、こう眺めてたんですけど、うん、ロングブーツの方は、やっぱ可愛かったんですね、うん、で買おうって思ったんだけど、うん、私は黒のロングブーツすでに2足持っていて、うん、で1足はレインブーツみたいな、うん、でもう1足はちょっと型が古いなって思ってるやつなの、うんうん、だから使えるのは分かってるんだけど、うん、使ってるんだけどちょっと買い替えたいっていう、うんうんうん、いう自分のモチベーションなわけ、はいはい、っていう中で、いやいや、絶対使うのが分かってて更新したいって思ってるのであれば、うん、もうちょっと値段出してもいいなって思ったの。あー、高いブランドね。そう、あー、なるほど。で、見送った、うんうん、という理由です。まあ、あと実は本当にこれもちょっとあるんだけど、うん、私今回このご紹介したやつを全部手持ちでね持って帰ってきてるんですね、うんうん、すごいわな、確かに。もうね、死んだと思った本当に。
サンタクロースバレの感じでこうやって持って帰ってきてるんで、うん、ここにロングブーツが追加されるなんて正直考えられなかったっていうのもあります。ぶっちゃけ昨日さ YouTube で 16.5 ご紹介って見てさ、ちょっと想像しちゃったもん。16点お持ち帰りしたの。私車乗れないのでそうだよね、タクシーで帰ってくるかですけど、ちょっとね、あの昨日の販売会は、うん、あの自宅から遠かったので、うん、タクシーはちょっとないなっていうことで、うん、普通に電車で16点持って帰ってきたわけよ。しんどい、しんどい。でということで、まあ、ロングブーツは見送り、うん、でショートブーツをなぜ見送ったかというと、うん、これもまあサイズ感的にはさっきのロングブーツの話の人と同じで、うん、24サイズで良かったんですけど、なんとですね、私たちこの前、うん、JU さんのプレスルームにお邪魔しまして、うんうん、これはまた後ほど動画出すんですけど、いろいろ着させてもらったんですわ、うん、でね、すごい並んでたよね、ブーツが。ブーツね、すごかったね。すごい色だった、種類も、うん、でそれを履かせてもらったんですけど、うん、ジヒルさんのが良かった。まさかの。というのも、サイドボアとかは、うん、やっぱね、特有の履きづらさっていうのはあって、もうそういうもんじゃん、サイドボアって、うん、で正直思ってたからいいなって普通に思ったんだけど、あのユニクロさんのプレスルームではね、うんうん、ジンユーさんの履いてストレスが全然ないことに感動したし、うん、でさらにチャックがついてるやつがあって、あー、いやこれじゃない、あ、これじゃない、うん、もうちょっとさ、これこれじゃない、あ、これか、うん、え、でもこれ名前違うと思うけど、名前は全然気にしてない、みたいな話。さっきみやこがスカートと合わせて履いてたやつのブラックを私、うん、そのショールームで履いて、うん、すごい良かったから、うんうん、あ、ショートブーツ買うならこっちがいいって正直思っちゃったんですよ、うん、なるほど、めっちゃ絶賛してたもんね、うん、すごい良かった。サイドゴアはね、本当に履きづらくて、まあ、サイドゴアもまあまあいいやつをね、うん、持ってるんだけど、形がすごい美しいから買ったんですけどね、履きづらいわけ。いや、あれじゃない、私がリールでさ、あ、なんかさ、抜けなくてさ、うわーみたいな、あれ、あれは、これ私も起きてるわけ。あの、やばい、トイレって帰ってきて、うわーみたいな、抜けないみたいになるタイプも、絶望なわけ。そういうタイプの人だから、もっと楽に、うん、安いなって。うん、かっこいいなら我慢しますよ、うん、安いなら履きやすいのを求めるということで、あの自由にしようなって思って、うん、ブーツを見送ったんだ、うん、なんだけど、うん、これが良かったんだ。ちょっと長い前置きになってしまいましたが、うん、茶色のローファーでございます、うんうん、でこれもサイズは24センチだと思います、うん、で24、はい、うん、でね、すっごい履きやすいの、これは。ほんとスポッて入って、すっごく軽い。うん、あのこういう私のイメージ、こう、かぼって、うん、重くて、この下についてきちゃう、うん、ついてこない、一緒に足と。みたいなイメージあるわけ、硬いと、重いと。あー、スポッて入っていく感じ。全然大丈夫。ついてくる。ついてくる。めっちゃついてくる。履きやすい靴の特徴だ。そう。なんかこの中にね、すごいクッションがめちゃくちゃ効いてて、うん、このここの部分にまずなんかモコってしてるじゃん、両方、うんうんうん。だからここも痛くないし、中も柔らかくなってるので、うん、本当に履き心地がすごい良かったです。で、軽いんで、すごい。軽いんだ。すごい重そう。でしょ、うん？とんでもなく軽いよ。おー、このソールの厚さでそうっていう軽さだね。そうそう、だからこのソールの厚さって結構ヒール数センチに値すると思うの、うん、ここもあるからね。そう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 、なんか普通に背が高く見えるっていうのもあるし、うん、ブーツじゃない、ブーツみたいに使えるっていうのもある、うん、こうやって履くとちょっとゴツめに見えるじゃん、うん、これまた私好きなんですよ、うんうんうん。で、こういうローファー合わせるときに、私は一番合わせやすいのはこういうワイドパンツ、うん、で合わせちゃったのが一番楽ちんではあるかなって思います、うんうん、で私は、ですね、今日も履いてきたんですけど、実はソフトローファーは結構持ってるんですよ、うんうんうん、柔らかい革のひにょってなる感じのローファーは結構持ってて履いてるんですけど、うん、こういうタイプのは本当に足が痛くなっちゃったんで、うん、買えなかったの、ずっと欲しかったよ。
で、これはそれを解決してくれたので買いました。めっちゃいいよ。おすすめ、本当に良かったです。履けるかな。ちょっとサイズが違うのでね。そう、でもさ、その靴ともめっちゃ合うと思う。そのブラウンの、だからブラウンだったよ。たまに良いシュートになるんで、なんでたまに良いたまに良いシュート、はい、たまに良いシュート、たまに良いシュート。私 24.5 なので、あ、でも入る入る入ります。その合わせもめっちゃいい。シャツ合わせとかすごい可愛いね。で、しかもこのパンツ XXL なんで、うんうんうん、結構ね、あ、私それ好きこの感じ、こんな感じで、今ちょっと上下自由ですが、うんうん、私物と合わせております、うん、めっちゃいいですよ。なんか確かにちょっとサイズ的には小さいにもかかわらず、めっちゃ履きやすい、うん、ね、確かに言ってることわかる。柔らかいよね、しかも軽いよね。軽い、うん、これ1個あげたらめっちゃ欲しいかも。だよね、うん、こういうの本当硬いから本当にどれも。そうね、確かになんかブーツまでいかないんだけど、うん、パンプスでもないなみたいな時にめっちゃいいかもね。しかもブーツってさ、うん、まあ、履きやすいのはもちろん履きやすいのあるとはいえ、そのさ、スポッシュポっていうやつとはまた違うからね。楽さが全然違うもんね、うん、いやー、いいわ。スニーカーっぽく使えて、そう、いいよね、うん、めっちゃおすすめ、マジで。かわいい、ありでした、ありでした。はい、ではこちらのキャップいきたいと思います。アジャスタブルウールキャップ07グレーです。はい、これはこれもね、お土産で入ってたんだ、なんと。え、欲しいって言ってた、まさに。そう、まさに欲しいって言ってたグレーが入っておりまして、超嬉しいじゃん。嬉しい、ありがとうございます。で、カラーも黒とあとベージュがあって、うん、まあちょっと両方欲しかったんですけど、普通に買っていくの忘れた。でもさ、めちゃめちゃ可愛い、やっぱり。可愛いね。ちょっとここの、あの平行だよね。あんまりこうクッてなってない、うん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 、だけどこれ意外とかぶりやすくて良いです。長いもんね、なんかツバが長い、長さがあるのがかっこいい、うん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 、ここでサイズ調節をして使ってください、うん、サイズを考えずに買わなくて、買う必要ないからいいよねっていう話をしてた。うんうんうん、誰でもさ、みんな同じだからいいね。そう、このベルトで調整するだけだから、うんうん、私一番ちっちゃくしちゃった方がしっくりくるかな。ああ、そうだね、うん、で、今ちょっとお団子なんですけど、うん、ポニーテールとか髪下ろしてるとかっていう方がキャップは合わせやすいんじゃないかな。確かに確かに、と思います。おじさんっぽく見えちゃう可能性あるから。ああ、そうか。髪がないと、はい、おじさん中キャップめちゃ可愛いです。これも本当おすすめ、うんうん、で、続きまして、うん、ラストですね。ラスト、その色きた、その色ですか。はい、で、ちなみに、うん、こっちがお土産でもらった。あ、でこれ買い出した。そういうこと、うん、あ、でも、もともとこっち使う、買うつもりでした。え、そうなん、うん、グレージュは買わないつもりだった。あ、てか、なんなら本当はグレージュが入ってたの、うん、グレージュという名前じゃないな、うん、ナチュラル、ナチュラル、うん、ナチュラルのカラーと多分今3色で展開されていて、うん、ちょっと黄色について後で喋るんですけど、うん、私はもともとナチュラルは見送る予定、うん、で、この2色を買う予定だった。そうなので、お土産でグレージュ入ってたから、うん、ナチュラルお土産でナチュラル入ってたからナチュラルいるっていう人とこの色交換して思った、うん、で、これはさ、何がこのまず色について言うと何がいいかっていうと、うん、あ、名前言ったの先。じゃあお願いします。レザータッチラウンドバッグ、はい、今持ってるカラーが28ダークオレンジ、はい、もう1個が09ブラックです。うん、で、ダークオレンジとか言ってるからちょっとえって感じなんですけど、うん、普通にもうちょっとキャメルだと思って使うと良い。なるほど。キャメルとか、なんか、キャメルはちょっと違う、なんて言うんだっけ、そうそう、あれなんて言うんだっけ、私がよく履いてる、テラコッタ、違う私がよく履いてる、私がよく履いてるトゥデイフルのサンダルの色、うん、あれなんて言うんだっけ、変態色2回
あー出てこ、あバーガンディ、あー惜しかったな、テラコッタ惜しかったな。あでもねどれも合ってると思う。あでも間違ったよね。そうそう、なんかちょっと濃いめのブラウンみたいな、ちょっと赤みがかった感じ、そうそうそうのイメージで使うといいなって思って、ね、あのブラウン系の合わせとか、うん、あとは濃いめの色にこれを刺してあげるみたいな感じの使い方がすごいおしゃれだと思うので買いましてね。で容量結構入るんですよこれ。昨日もねペットボトルとかもバッツ、うん、がっつり入れました。意外とね大容量、大容量本当で内ポケット2つついてます。2つでもこのポケットガバガバだね。あ出ちゃう、出ちゃうやつ。まあでもいいでしょう。で街はこんぐらいあるよ。うんいいね、うん、結構入ります。でさこの付け方、これをさ、うん、胸が出ちゃいませんかっていう、はいはい、私はこうやってやったらいいと思うよっていう、うんうんうん、このここにさバッグがあればさ胸そんなさ、うん、確かにあれじゃん、食い込まない、ね、そう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 、このぐらいがいいんじゃないかなって、うん、ちょっとね長くなるとなんか古いかなちょっとちょっとって感じなので、うん、今ちょっと短めがいいと思う。マジでめっちゃ長めでやってるわ、うん、私めっちゃ長めにしてるわ。えなんで、えラウンドショルダーバッグとかめっちゃ長めにかけてる。あちょっとじゃあ訂正するね、あのカジュアルな人は上がいいと思う。あそういうことね、うん、なんかカジュアルなおしゃれ、カジュアルをおしゃれにしたいときは多分絶対に上だと思う。さあ一番長くしてみてくださいって言われたのがあれで、はいはいはい、一番長くしてたんだけどさ、これ長くするのもすごい簡単だった。おお本当だ、そんな長くなんだ、すごいね。簡単でしょ、うん、どうですか。あこれもまだ別になしじゃないんだけど、そうだ、ね、よく見るなんかさ今のバランス感だとやっぱここにあった方が今っぽいと思う、うん、おしゃれさんって感じがするね、うん、ということで私は短くしたするのをおすすめだよってね話してたんだ。いいですね、はい、それは絶対買う。でこれさ私この短くするのめっちゃ苦手なんだけど、うん、これはすごい楽ちんだから、うん、いいです。まだあるかな。このバッグってさ、あとね、黄色もあんのよ、本当は。で、黄色はもう見た瞬間から思ってたんだけど、マジでジルサンダーみたいな黄色なの。ジルサンダー好きな人は絶対に確かにねって思うと思うんだけど、うん、その黄色が出てたので、私的にはもう絶対買うって思っていたんだが、ちょっといろいろトラブルがあって、今は買えない。10月に買えるらしいんですよね。10月中旬って書いてある。うんうんうん。ということで今は買えないんですけどめっちゃおすすめ。このバッグはめっちゃおすすめ。バッグ全部あるまだ。おーい、編集頑張ろう、うん、でね私のランキング、おおじゃじゃん第1位、うん、1位がいっちゃうね、はい、パンツ、コーデュロイパンツ3色買ったやつ、これ絶対、うん、もう不動、素晴らしい、はいはい、次第2位バッグ、バッグこれも不動、うん、本当に絶対買った方がいい。私は第3位、3位ローファー、あー違うガミえもう続き私パーフェクトブルゾン、あー入れたかな、何入れたんだっけ、ね、っ整理してからでしょ。あーちょっと違う、もう発表したの、あしたんだ、はい、しました。へー、だから多分ライブ動画見た人はまたやるかいって思ってくるんじゃない。でしかも違ったらどうしよう。あのパフテックブルゾンの、うん、撮ってくださいえパフテックブルゾンの青、うん、で私はパフテックブルゾンは青が可愛いと思って買ってる。じゃあ他の色はダメってこと。あんまり私好きじゃなかった。マジで、うん、そうなんだ。ニャゴに聞いたんだけどなんかベージュがいいみたいなこと言ったけど私はこれがいい。実物見てないから、うん、なんかねちょっとほっこり感、ちょっとなんかねもうちょっとシュッとしたかったの私。なるほどね。まあまあ個人の感想なんだよね。みんな黒もあるじゃん。黒そう、黒かブルーでも黒だとこのなんていうんだろう、新しい感じがやっぱりそんなにないので、ね、このブルーが本当に一押し。私黒にしよう。あそういや黒ベージュどうぞ。いや今ねサイトで見てちょっとでしたあなんか
え、全然悪くはないんだけど、なんか、まあ、でも似合うか、似合うかもな。このさ、今の合わせとかにベージュとかも可愛いと思う。確かにね、黒、まあ、黒無難すぎるかな。どうしよう。なんか黒の方が分かりにくいからね、デザインが。あ、確かにね。ああ、ベージュかブラックだな。ベージュいいじゃん。今日のやつめっちゃ合うと思う。似合う子合うと思う。やっぱタイプだな。なんか、うん、ね、私はベージュ絶対違うのよ。似合う子はいい、いいと思う。確かに確かに。ベージュの XL かな。うんうんうん。で、第3位はなんと2つあるの。あ、じゃあ3つあるの。3つ？うん。で、3つあって、うん、次行くね。うん。ソフトネック、ハイネックセーター。ニット今着てるやつ、ね、あ、これです。そう、うん、これもですね。そうだよね。これも絶対買った方がいい。だって3,990円だし。いやー、色だよな。色ね。まあ一番おすすめこれがナックで、おー、このグレーめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。使えそう。なんかね、あのグレーグレーで合わせたりするのめっちゃ可愛いと思うんですけど、その時上が薄いグレーで下が濃いグレーとかの合わせマジでハマるの で、うん、で上薄いグレー、これマジで最適ですよ。白欲しいな。白、ちょっとエクセルを買わないと、買わなきゃ。うん、そうね。続いてもう一個あったのが、うん、オーバーサイズジャケットかな、確か入れたの。あー、チェックのね、うん、でチクチクするんじゃないの、肩重いんじゃないのって思ったかもしれないんですけど、うん、それ以上にやっぱシルエットとあの柄、うん、可愛すぎる、本当に。そうね、うん、もう唯一無二で可愛かったので、それちょっと違ったらどうしよう。多分合ってると思う、まあ、でも今の感情に正直にこう、まあ確かに今はそう思った。違ってたらごめんなさい。うん、終わりです。すごい、めっちゃ良かっただよね。はい、終わるよ、はいはい、皆さん終わります。どうでしたか。いやちょっと良すぎ、良すぎだね。良すぎ。なんかね、もうカートに入れました。さあ、うん、何入れたの。こやカードそっちないの、うん、3つ入ってるね。まだ入れてないのもあるけど、うん、とりあえずバッグは買います。あ、ナチュラル買おうとしてますね、この人は。ナチュラルとブラブラックですね。はいはい。あとパクテックブルゾンの今言ったやつね、ベージュ、はい、あとコーデュロイパンツのブラック、うんうんうん、70、うんうんうん、をとりあえず決めました。はい。あとはニットかな、これ、うん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 、ニットのホワイトとグレーを狙っております。あれはん、ローファー。あ、ローファーね。でもローファーはちょっと試着したくてね。あ、そうだよね。いや、ちょっとでもあれでも履けたから1個あげれば大丈夫だろうなとは思うんだけど、うん、でもさ、ローファーそんなすぐなくならなそうな気もするよね。そうね、ちょっと待って試着行ける時にしてもいいかなって。でもね、コーデュロイワイドパンツちょっとサイズ掛けし始めて。マジで。しかも青、青がね、なくなりつつある。まあ、まだまだ。でも大きいサイズがなくなってくると、メンズかかってんじゃない多分。そういうこと。ほら、他のカラーとかブラックとか全部あるし、うんうんうん、ピンクもかけてきてるね、うん、ピンクとブルーがパンツ、うん、コーデュロイパンツが人気っぽい。急ぐんだ、急ぐんだ。私たちもこれから急いで編集しますわ。ということで、皆さんまた次の動画も楽しみにしていてくださいね。それではさよなら、ありがとうございました。